何をもって悪書かちょっと私もこの名言から分かりかねる部分はあるんですけれども、おはようございます、関野康弘です。本日も名言を取り上げていきます。本日の名言はですね、須藤文夫さんの名言で、読書といっても悪書ばかり読んでいたらとんでもないことになる。どういう本を読むかで人生が決まる、ということでですね、須藤文夫さんのプロフィールをお伝えしていきたいと思います。須藤文夫さんは J-Free ホールディングス第2代社長、相談役、元日本放送協会経営委員会会長、元東京電力ホールディングス取締役会長ということでですね、読書を、されてますでしょうか。年末、今日12月31日大晦日ですけれども、時間ある方ね、読書をしていると思うんですけれども、私ね、この間250回記念のね、時にですね、本を一つ紹介したんですけれども、言霊の本ですね。すごくね、いい本だなと思って紹介させてもらったんですけれども、あれが、良書かどうかはちょっと私もわからないんですけども、自分のベースになってる考えです。で、悪書って言いましょうか。何が悪書なのかなと思いましてですね。詐欺の本とかね、そんな本かなと思ってたんですけども、私、子供の頃ね、親に、漫画を読んでたら漫画みたいな顔になるぞと、よく言われて、これが悪書かなと思って、今でも、たまーにですけどね、漫画を読むことはあるんですね。とはいえ、そんななんか大した漫画ではなくてですね、この間、と言いましょうか、もう何年前だ、忘れましたけれども、ドラゴン桜2とかね、そういった類の、漫画をたまーに読みます。たまーにです。本当にたまーにです。もう最近、字の本の方が多くなって、字を読むことも多いし、自分で字を書くことも多いから、どうしても字の本ばっかりになっちゃってですね、自分が書いた本がひょっとしてですね、悪書かもしれませんね。はい。そう言われないようにね、本ちゃんと書かなきゃいけないなと思っておりますし、自分でちゃんとやらなきゃいけないなと思っております。はい。何をもって悪書か、ちょっと私もこの名言から分かりかねる部分はあるんですけれども、人生ね、決めると言ったら確かにそうですよね。いい本読んでいかなきゃいいものに巡り合いませんので、いつも私はそれを意識しながら、本屋さんで選んだりはしてますね。確かに。そうだな。でも悪書って何かなって言われたら確かに悪書は何だろうっていうところですけれども。すごくね、たくさん勉強をしなきゃいけないのでね、もっともっと読んでね、良書か悪書かということはわかるんだと思います。まだまだ、だから足りないんですよね、私の中で。足りないのでね、もっともっと勉強してやり続けることが大事かなって思っております。皆さん、悪書、なんだと思いますか？私は、まだまだ、未熟者ですので、何とも言えませんけれども、これだとは言えませんけれども、一生懸命また読書をね、し続けたいと思います。本日も一日よろしくお願いいたします。動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、グッド評価、よろしくお願いいたします。これからも毎日元気で配信していきます。よろしくお願いいたします。